はですね、2022年の9月の6日になります。現在、定山渓の2車線道路を走行しております。でですね、キボルス側から上がってきたんですけれども、最初中山峠入る前のところに、まあ飛散物結構割と落ちてたんですね。なんかテントのような、なんかのカバーのようなものが結構落ちてて、結構というか、まあ一つしか落ちてなかったんですけれども、まあ落ちてました。で、中山峠の山頂、道の駅越えたあたりからも結構風がめちゃめちゃ強くて、結構煽られましたね。で、定山渓の1車線道路の、あの直線の道路ですね、まあ分かる人には分かると思うんですけども、この直線の道路は割かしあの平凡かなと思ったんですけど、結構なんかあの木の枝が折れたようなものが結構飛散物としてありました。で、今定山渓の2車線道路を走行してるんですけど、やっぱり普段と同じ状況ではないですね。やっぱり台風11号結構でかいので、中山峠走る際は注意してください。で、中山峠、あの霧と飛散物と風結構あるので、まあ、雪はないんで大丈夫だと思うんですけども、時期が夏なので本当に夜走行する方は気をつけてください。これから自分も札幌の方に向かう予定なんですけども、なかなか道路が普段とは違う状況で、やっぱりスピード出しすぎるといきなり飛散物が来て危ないんで、その辺気をつけてください。今回はですね、道路状況の動画でした。ありがとうございました。